パティシエの高橋です。今日はシュークリームを作りたいと思います。失敗しやすい、難しいっていう声を聞くんですけど、ポイントをお伝えするので見てください。まずサブレから仕込んでいきます。材料は、バターと、カソナード、あとアーモンドプードルと、あと薄力粉ですね、の4つだけになります。バターはすごく柔らかくした状態のものになります。でバターをほぐして、でほぐしたらバターの中にカソナードを一気に入れます。でカソナードとバターをしっかり合わせます。これに関しては本当にさっくり合わされば大丈夫です。このカソナードの粒を残すことでサブレの生地に食感を残して、あのシュークリームと合わせた時によりサクサクとした食感を残すためにこのカソナードを使っています。次にアーモンドプードルを入れていきます。でこれももうヘラで合わさったら次の粉を入れていきます。で次に、薄力粉を合わせていきます。これなんですが、しっかりふるったものを合わせていってください。ふるった方があの粉とバターを合わせた時にダマになりにくいので粉をふるった作業を絶対に入れてください。でこれもしっかりヘラで粉とバターが合わさるようにまとめていく感じで合わせていきます。こういった形でしっかり合わさったら今度はあのこちらの生地を伸ばしていきます。ちょっとポロポロしているので軽く手でまとめてもらって、まあ、フィルムを今使ってるんですけど、家庭で代用するときはクッキングシートを切って下に引いて生地を置いて上にまたクッキングシートを引いて挟んでもらってますと伸ばしやすいと思います。私が普通に職場でも代用してるんですけど、このラップの芯なんですね。このでよく木の棒とかで伸ばしたりとかしてもいいんですけど、新しいラップの芯を使ってもらった方がまっすぐなのですごい伸ばしやすいです。こういうのも一応ネットとかで売っていると思うのでありますよね、ないのかな。まあ、薄くなっちゃうんですけど、例えばまあこういう形で30センチ定規のプラスチックのものとかをここに入れてで伸ばしていくとちょうど同じぐらいの 2ミリ厚のクッキーになると思うので伸ばすと均等な厚さに伸ばせると思います。まあ、こういった形で、でこれを1回、冷凍庫に入れて固めます。冷やしてる間に次はシュークリームの生地を作っていきます。牛乳の中に、火をつける前にグラニュー糖と、塩入れちゃいます。であとバターも入れます。で火をつけて、バターが溶けてから1回しっかり沸騰させます。この一番最初に沸騰してで粉を入れて合わせる瞬間が一番大事になるので、ここだけ手早くいきます。粉を入れます。で手早くすぐにホイッパーでしっかり混ぜていきます。なので鍋も今私大きめでいってるんですけど、ギリギリの鍋でいってしまうと粉がこう溢れてしまうので、しっかり大きめの鍋で炊き上げるのもポイントになります。で今から炊いていきます。一気に強火で炊いていってください。結構こういった感じですぐに少量なんでまとまってきます。温度が80度になるまでしっかり炊き上げてください。そうですね、まあ、そこにこういった形で膜張ってこの生地がこう一塊になってきます。これで生地は炊き上がっています。これでだいたい80度になってこれぐらい炊き上がって、はい、でこれを、大きめのボウルに開けます。まず生地をボウルに開けてしっかり冷ます。で粗熱を取れてから、この卵を入れることがポイントで、もしあったかいうちに卵を入れてしまうと卵がこの段階で火が入ってしまって生地が良くない生地が上がってしまって失敗してしまうので、しっかり冷ました生地に卵を入れていきます。
お伝えしたその分量の3分の1量くらい卵を入れて、で手早くしっかり混ぜていきます。で次入れる量はさっきの量の半分ぐらいにして合わせていきます。一気に入れてしまうとこの生地に卵が入っていかないので、水分量が一気に入っていって、水分とこの生地がもう合わさっていかない生地になってしまうので、少しずつ入れていきます。である程度合わさったらしっかり混ぜながら合わせていきます。結構シュークリーム作るのに家でやるとすごい力使うと思うんですけど、こう引くというよりかはこう混ぜるっていうよりかはこう奥に押すみたいなこうやって体使って奥に押しながら混ぜます。そうすると負担かからないでしっかり混ぜることができます。こういう感じ、こういう感じで出来上がりました。シュークリームのその次に焼くポイントが、大きさを揃えて絞る、お店でもやってる技なんですけど、こういった形の丸い抜き型とかで粉をつけて、こういった形で印をつけます。でその大きさに合わせて絞っていくと均等に絞れます。であとはシュークリームを絞るときにある程度のこの間隔を空けて絞ってください。であんまり近すぎると隣同士が狭すぎて火通りが悪くってシュークリームが上がらないっていう現象がまた起きてしまうので、ある程度しっかり間隔を空けます。絞る時のポイントが、シュークリームの、高さを自分で決めて、その高さに口金を持ってきて、その高さから絞ります。こう絞り終わりに尻尾が出ないように回しながら絞っていきます。である程度高さを出さないとここでもシュークリームがぺちゃんこのシュークリームができてしまうので、ある程度高さを持ってシュークリームを絞っていきます。シューを絞り終わった後に、先ほど伸ばして冷凍庫で冷やし固めたサブレを 4.5 センチ角の正方形でカットしていきます。カットしたサブレをシュークリームの上に乗せていきます。スーパーとかでもこういったアーモンドの刻まれているものが売ってると思うんですけど、サブレの上にまんべんなく乗せてもらって焼き上げます。で、180度のオーブンで20分入れていきます。しっかり、シュークリームを膨らませるので、絶対途中で開けないでください。なんか膨らんできたなと思って気になって開けちゃう方とかもいると思うんですけど、そうしたら一気にしぼんでしまうので、必ず絶対オーブンは開けないっていうのがポイントです。クリームが焼き上がったので出します。焼き上がりのポイントが、全面サイドにも火が入っているかどうか、後ろが焼きすぎてないかどうか確認して、これはしっかり全面焼けているのでオーブンから出します。次にカスタードクリームを作っていきます。牛乳に、バニラのさやを入れていきます。ナイフとかでこう細いで入れていきます。牛乳を沸騰させていきます。で、牛乳を沸かしている間に卵黄に、グラニュー糖を入れていきます。で、ちょっと白っぽくなったら、次に先ほど準備した、薄力粉とコーンスターチをの卵黄の中に入れてしっかり合わせていきます。しっかり沸騰してきました。で火を止めて、卵の方に牛乳を入れていきます。これもう全量入れちゃってもらって大丈夫です。でしっかり合わせていきます。で鍋に戻していきます。火をつけていって、初めにホイッパーで手早くかき混ぜていきます。最初こう炊き始めて固まってきたときに、ホイッパーで手早く混ぜることで
のカスタードクリームにダマを作りづらくします。である程度硬さが出てきて真ん中がこうポコポコ沸騰し始めたら次ヘラに変えます。炊き上がりの状態を見やすくするために私はこう途中でヘラに変えています。この後一気にこうツヤっとしてきてコシが抜ける瞬間があるのでその瞬間までしっかり炊き上げていきます。そうですね、もうちょい炊き上げて。あ、今ですねさっきまでポタポタ落ちてたのがこうスーッとこう落ちる瞬間があるのでこのぐらいまで炊き上げていきます。で、これで炊き上がったのでこしながらボウルに移していきます。で、こした後にあのカスタードクリームを一気に冷やしていくんですけど氷水を同じ大きさのボウルで用意してもらって挟みながら一気に冷やしていきます。ボウルの上にラップをしてカスタードクリームにぴったりこうラップを密着させます。このまままず一回氷水を下につけてその後に上からこの同じボウルの大きさで冷やしていきます。では、カスタードクリームと生クリームを合わせていきます。先ほど炊き上がって冷やしたカスタードクリームを 500g 取ってほぐして滑らかな状態まで持っていただきます。この生クリームがちょっと 35% とか低めだと水っぽいカスタードクリームになってしまうのでこう濃厚なカスタードクリームに仕上げるために、40% のクリームを使っています。で、こちらをしっかり立てていきます。で立てる生クリーム立てるときに常温で生クリームを立ててしまうとクリームの状態が良くなくどんどん分離してしまう。なのでしっかり氷水に当てながら生クリームを立てていきます。硬くなるぐらいまで立てます。これぐらいですね。これはもうしっかりがっちり硬いぐらいまで立てます。で、先ほどほぐしたカスタードクリームに生クリームを3分の1ぐらいですね入れます。1回目生クリーム入れるときは硬さが結構柔らかいのと固めなので混ざりにくいんですね。なのでこの段階ではもうしっかりこういう感じで全体を合わせて混ぜ切ってしまって大丈夫です。合わさり切ったら残りの生クリームを入れます。で、残りの生クリームを入れたときにこの段階ではあんまり合わせすぎるとそれこそねっとりしたクリームになってしまって歯切れが悪くなってしまうのでこう切るように最後合わせていきます。こういった感じでダラっていうよりかこうしっかりコシのある感じのクリームが出来上がります。じゃあ冷めたシュークリームにクリームを詰めていきたいと思います。クリームを詰めるときは後ろ側にナイフとかでこうちょっとだけ穴を開けてください。で、クリームが詰まった時にこういった形でクリームがここまで来てちょっとこう盛り上がって出てくるのでそれぐらいまでしっかりパンパンにクリームを入れてください。で、コールの粉糖を上に軽く振っていきます。これでシュークリームが出来上がりました。では出来上がったシュークリームを試食したいと思います。すごいサクサクのシュークリーム で中のクリームもしっかりコシのあるクリームになっています。ご家庭でも作れると思うのでぜひ試してみてください。日曜夜はテレビで情熱大陸。